さんこんにちは、まあ、今はですねザ・オーダオっていう場所に来てます。ほとんど公園みたいなところなんですけども、現代アートの彫刻だとか、あとは何でしょう、遊具とかが置いてあって、まあ、歩いてるだけで楽しめるような場所です。台中でも中心部の方にあるんですかね。だいぶだだっ広いというか、めちゃくちゃ抜け感があるというか、非常に気が楽になるような場所ですね。結構静かですし、でしかも、端っこにですね、蔵王の端っこにアジア最大の美術館があるので、ちょっとそこも行ってみようと思います。じゃあまた、後で。